テーマは3代目 JSOULBROTHERS 初のドームツアーブループラネットの振り返りということで、はい、いやもう長い期間ね、半年間という長い期間、初のドームツアーを終えたんですけども、本当に、夢の一つが叶った瞬間ですよね、僕らにとって、グループにとって、はい、大きなステージでしたね、なんかすごく濃い内容だったし、その間にいろいろあったと思うんですけども、なんかドームツアーだけをやってたというよりかは、そのドームツアー期間中にさまざまな人と出会ったりとか、そうですね、あと個人の仕事でね、いろいろみんなそれぞれ成長したりとか、本当に濃い半年間だったなと思うんですけども、なんかどうですか、ガンちゃん的にドームツアーを終えて今の率直 なんか気持ちとか感想とかありますかね。なんかそうですね、でも本当このドームツアーは、グループとしても個人としても本当に成長させてもらえて、いろんなことを感じられたからこそ、こうどんどんこう自分が発信していきたいなって思うメッセージが変わりましたね、この半年間で。そうですよね、なんか明確になったというか、うすごく自分たちの足りてるところ足りてないところも分かったし、お客さんに対して そのメッセージの強い部分もすごく分かるし、これから発信していかないといけないっていうのが浮き彫りになった感じですね。浮き彫りになった3代目の役目も浮き彫りになったし、なんかすごくそれは感じるライブだったなと思うんですけども、ガンちゃん、なんかこうライブのなんか一番のなんかお気に入りとかテンション上がる部分なんかあります？印象的のっていうのはもう間違いなくイニミニマイニモの、マイケルの演出、あれね、マイケルチックな演出 ね、あれは相当上がりますよね。いや本当でもあれめっちゃ緊張しなかった？あれめっちゃ緊張するてかここでもうみんな聞いてほしいことがあって、いやもうあれ、特殊な靴をね、履いてるよね、履いてるじゃないですか、で、あの曲のためにこう靴を一旦こう戻って履き替えてね、そうですね、はい、あの演出やるんですけど、あの演出が1個入るおかげでその後の5曲ぐらいずっと重たい靴で僕らパフォーマンスしないといけなかったんですよね。そうですよね、あれが何よりきつかったですけどね。結構体力持っていかれますから ね、で、斜めになるシーンあるじゃないですか、はい、マイケルの、うん、でもなんだろう、すごい見栄えのいい演出でもあるし、緊張感があるね。結構来てくれた、友達とかね、あの感想を聞くとみんなイニミニのやっぱあの曲の演出が好きだったとか多かったですよ。そうですね、うん、あとはやっぱりなんといってもやっぱ舞台装置すごいですよね。半端なかったっすね今回すごいよね。マジすごい、LED 豪華ですよ。トロッコもすごかったし、サムライズもあんな人数がね、あとはもうパフォーマー曲俺結構好きだったな今回。ああよかったですね、あれ面白かった、うん、みんなそれぞれ個性出てたし、なんかある程度ラフに作った感じが良かったですよね。ざっくり作った感じ、ざっくり系で、なんかこう昔のなんかねクラブ時代を思い出すショーケースみたいな感じで、クラブショーケースっぽい感じで、あれはちょっとなんかストリートっぽい感じで、好きだったなと思うんですけども、好きでしたね。今回でも頭から全部とこうケツまでこう、客観的に見てもすごくなんだろうな、バランスいいですね。わかる、完璧だったからこそ、最後ファイナルも何もしなかったもんね、特別に。確かに、何もしなかった、隙間がなかったというか、そう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 、流れがいいから、そう変に変えるところがないというか、すごいそれありましたね。はい、ありましたね。わ、それはすごいわかるな。でもみんな結構なんだろう、アリーナツアーもやってドームツアーだったんで、緊張というよりかは結構ワクワクの方が、そうですね、すごかったですよね。毎回行きに立ってましたね、本当に。でもこの半年間振り返っても大きい、なんだろう、事故とか怪我とかなかったですもんね。なかったですね、みんな順調に、本当に楽しかったですね打ち上げも楽しかったですね。いやー楽しかったもう後半俺記憶ないけど僕はもうダメでしたね。ああそうですか。確かに気づいたら健二さんもいなくなってた僕ね潰れて抱えられて運ばれました、ね、ああそうだったんですね、はい、気づいたらベッドの上に寝てましたね。いやもう本当次の日もう全く動けなかったですからね次の日もうね夕方まで寝てました俺もね、体がボロボロだったんで、本当にダメージありましたけどそんな中ガンちゃんはまたエグザイルのライブ、そうそうそう、俺と次の日朝一で帰って昼からリハーサルしてましたからねやったね、はい、
まあでも両立するっていうのはもうなかなか大変なことじゃないですか。まあまあそうですね、うん、でも、まあ、逆に僕の場合こう直人さん直樹さんっていうね、うん、リーダーがいるからこそ、そうですね、なんかこう気持ちも湧き合えるので、うん、そこはなんかすごく心の支えとして、まあそうですね、はい、ありがたいですけどね。わかりました、うん、まあ、そのまあ思い出深い非常にライブが終えたということで、なんかこうラストにね、うん、1曲かけたいなと思うんですけども、はい、まあ、こうなんかライブに携わった曲がいいなと思うんで、うん、はい、やっぱ最後のスターティングオーバーかけたいなと思うんですけども、ね、いいね、どうすかね。いや僕大好きですこの曲。この曲いいっすよね、はい、本当ファイナル俺も思い出しちゃう、うん、マジで泣きそうでしたね俺。わかるね、はい。まあこれはまあ、まあ、リュウジがね最後、うん、思いの丈をね、思いの丈をね言って、それがなんかこうメンバー、もちろんファンの皆さんに言ってるんだけど、うん、このメンバーもすごい刺さったというか。いやマジもらいましたもん、うん、本当に。なんかリュウジがこう代弁してくれて言ってくれた感じしますよね。そうですね、ね、MC で僕たち思いを一つにまとめて言ってくれたというか、うん、だからボーカル二人は本当にこのメッセージ性がすごくなんていうんだろう、素晴らしいです本当。説得力あるし、すごいなんか成長したのかなって思いましたよね、うんうん、はい、